日光誘拐沖でも時の間でもあれでも何十年かかって本当に呼吸を構えてこれを持ち上がるこそそのその衆に至るというのも仏法にそう言ってば必ずこれをくじくべきかと。この句は2つともセットなんです。でもでもね、ただこっちは小林志向商人もおっしゃってますけど、この誘拐沖門というのはセットなんですよ、ね、これね実際にこれをやってるとどうなるか。これの皆さん方は、まあ、時の漢字つまり日堅商人が、まあ、仏法に相違して抗議を構えたと主張したの、ね、そうするとだから持ちないんだ。でそのままじゃあ次の句を読むと衆に至るというのも今度皆さん方がそうやって決議したわけだよ。日堅商人は認めないといえども仏法に相違あらばその内容がだけ100万人が決めようが1000万人が決めようがその内容が仏法に相違してあれば漢字これをくじくべきと。漢字商人がたった一人でそれをくじきなさい。ここでくじかれるじゃん。そして皆さん方はそれを持ち帰っていやそんなことないわわわ日堅が悪いんだっていう。でそれをまた日堅商人の前に持っていくと日堅商人が違います。そうですね。で永遠に繰り返すんだこれ。どうするのと。そうすると結果ちゃんと出ますけど我々破門されて我々の資料団体でやってるっていう。でそれは形はね、要は漢字商人はその時の判断としてはい、そうか、はい、破門だめします。そういう権限が、まあ、あったわけですね、この御所に出まして、うん、まあ、そういうことですね、うん、で、それと実際破門されちゃったらどういうことかっていうと、これは血脈の次第に一連にこういうことかするとこれは大商人様はお釈迦様から血脈相伝されてるわけだから、そうすると A、B、C とこう3つ繋がってるわけですよ。そうすると今度は日光商人は日目商人に必ず血脈の次第日光日目となるというと破門されるってことは血脈がもう切れてるわけです。じゃあ、まあ、歴史上のことで言いますけど